MC ワンポルシェ CMC ワンポルシェ CMC ワンポルシェ。はい、というわけで皆さんに俳句を書いていただきました、私も一句読んでみました。こちらになっております。キックアス家康の墓超でけえ。これですね、あそこのですね、日光東照宮にある五重の塔みたいな建物ありますね、うんうんうん、あれ多分お墓になってらっしゃると思うんですよ、うんうんうん、もうあんなにでかい墓を建てられるだけの男になりたい、むしろあの墓に住んでもいい、そのように考えております。素晴らしいですね、ありがとうございます。さあそれではアリスさんから言ってみましょう。はい。スリープキャット求めて並ぶはコピーキャット、うん、コピーキャットはミーハーという意味ですね。ほう、ミーハー、眠り猫に並んでいたのは、ね、何も分からずに並んでいる方が多かったのかもしれないなという意味です。あ、観光客もね、なんかみんな並んでるからこっち行っとこうみたいな感じで、うん、あ、それをですねよく表してますね。目開いてることとか知らないまま帰る人いっぱいいるよね絶対、うん、この角度から見ると目が開いてて、この角度から見ると寝てるように見えるっていうのが、うん、それが分からないまま見てるコピーキャットがたくさんいたという。はい、日光やロケの目的はといえば知ったこっちゃねってことですね。知ったこっちゃない、なんか半分ぐらい私たち忘れてましたよね。まあ日光というかこちらの場所がとっても素晴らしかったよって意味です、うん、楽しかったですよね、うん、楽しかったらそれでいいです。楽しかったです。それでは次に水野しずさんお願いします。エアヘッド、エアヘッド、見ざる聞かざるサグライフ、これはどういったことなんでしょう。バカ野郎、あんま見てないずになんか写真ばっか撮ってる人多かったね。バカ野郎、見ざる聞かざる、はい、サグライフっていうのは、うん、犯罪者の生活っていう意味です。逮捕されろみたいな意味です。あやっぱ、B の精神を生かして、はい、強烈なディス、この世の中に対して、あ、捨ててたこれは。いやいや捨てないでください、捨てないでください。にぎわえどもみじの声の静けさや、人の声はにぎわっているけどもみじは静かに赤く染まっていく、そういう秋の詩情を描いた。これまともじゃない。あ、捨てないでください捨てないでくださいよ。現れし鶴の目再起サグライフ、これどういうことですか。鶴の目すごいキモいという。やっぱりサグライフは捨てないで。ああ、みんな捨てないで捨てないで捨てないで、俺また怒られちゃうから、もう場所怒ってますよ場所先生。すいませんすいませんでした場所先生。 B の精神だこれが。すいません本当に。と、ここに見せてください。鶴いっぱいハングアウトくたばれ G。 鶴いっぱいハングアウトくたばれ G、 これ一体どういう句でしょうか。と、うん、そのまんま、そのまんま、あ、鶴いっぱい、はい、鶴いっぱい、ハングアウトってどういう意味ですか。つるむって意味。つるむ、はい、鶴がいっぱいつるんでる。一ついいですか、はい、それは鶴、鶴、これ鶴です。誰がどう見ても鶴が書いてある、うん、つるんでる鶴、はい、つるんでる鶴が書いてます。つるんでる鶴なんかはくたばってしまえと。そうそうそう、ええ、分かってますね。日光なんだシャッタファッカ鐘の音。日光なんだシャッタファッカ鐘の音、これはどういうことでしょうか。日光なんだ、うん、日光ですね、うん、どっから見ても日光です。黙れ鐘の音、黙れ鐘の音。はい、じゃあ行ってみましょう。白い雪白い白です、面白い。白い雪白い白です、面白い。聖なるツル、チュル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 デストロイ、デストロイ、うん、まだある。ボーガスボムローリンバーガーブルシャット。ボーガスボムローリンバーガーブルシャット、これは一体どういうことか、ご説明していただいてよろしいでしょうか。と、超くだらないいい暮らししているやつ。超くだらないいい暮らししてるやつ、クソったれ、クソったれです。あのちゃんがクソったれというと非常に重みがあります。今日のこと関係ありました。それ関係ありませんでした。あ、いいです、大丈夫です。日頃考えていることが旅情の中でふと思い起こされる、そういうのを歌うのも俳句ですね、鷲尾先生。そうです、鷲尾先生、もう今岩がちょっとうんうんって、さっき松尾先生の松尾先生買ったせいで音声が途切れる
ているという事故が起こりました。すいません松尾先生。これから松尾先生に媚びというか媚びじゃないでしょ。媚び言っちゃダメでしょ。我々はね払っていこうと思います。はい。この中のどの句がさせ曲に使われるのか、それは次回以降チェックしてください。チェキラー。次回に続きますよ。